探さなきゃ。少しずつだが近づいてるぞ。うん、こうやって行くしかないね。なんだ、何が起こってるんだ。あの巨人だ。くそ、まるで嵐だな。ついでに敵まで出てきやがったぜ。出てくるって教えておいてほしい気分だ。あれは迂闊に近づける代物じゃねえ。あの世の霧が集まってできてる。このまま突っ込んだところで魂が引き剥がされるだけだ。じゃあどうすればいいんだよ。簡単だ。思いっきり突っ込むんだよ。案内する。行くぞ。突っ込むって大丈夫なの？前に凛子たちが霧を突破する方法を考えていた。それにかけてみるんだよ。
疲れた。ちょっとヒヤヒヤしたな。邪魔しないでほしいよ。あそこだ。奥に行ってくれ。おっと、出てきやがった。こんな時に電源を復旧できるか。電源ならあのライトが転がっている方にあったはずだ。練習してみるか。分かるかもしれない。なんだ、レガレが悪さしてやがったのか。
その部屋だ。取ってみろ。リンコが使ってた特殊なバイクだ。すごいな。でも何が違うんだよ。霊的な侵食を防ぐ装置が積まれているらしい。これで霧を抜けられるはずだが。本当に大丈夫なのか。黙ってろ、今調べる。これ動かないぞ。まあガソリンが入ってないからな。それと特注のターボユニットが壊れてるな。こいつを動かすには大型のタービンホイールが必要だ。問題は次、冥界の香油だ。何それ。こいつはただのバイクじゃない。あの霧を通り抜けることができるバイクだぜ。あの世のオイルも混ぜてやる必要があるんだよ。それがない。じゃあそれはどこにあるの。知らん。知らないってどうにもならないじゃないか。電話だぜ。またどっかの世話焼きかもな。ずっと電話に張り付いていられないので、定期的に回線をつなぎボイスレコーダーの声を再生することにした。返事は結構だ。こちらの指示だけ聞いてくれ。この声、エドだ。ここにいるということはおそらくリンコのバイクを使うつもりだね。だけど冥界の香油がない。大体そんなところだろう。以前説明したけど KK、 どうせ忘れているんじゃないか。当たりだね。うっせ。冥界の香油はあの世の干渉がより強いところで手に入れることができる。あの世がはっきりと見えるくらいの場所だ。すぐに違いがわかるはずだ。探してみてくれ。以上だ。心当たりはある？いや、見晴らしのいい場所に行って目星をつけよう。この辺りだと御岳不動産ビルがいいかもな。エドっていつもあんな感じにボイスレコーダーで会話するの？まあよくやるな。長い時は1週間くらい喋らなかったぞ。だからある時お前の後ろに忍者がいるぞって言ってやったんだ。そしたら何か喋ったの？いや、忍者に関する音声を20分聞かされた。バイク、すごい改造だね。そういうのが好きな奴らだからな。特にリンコはこだわりがすごい。あのバイクもそうだが、自分でロボット掃除機も作ってたな。掃除が死ぬほど嫌いだったってのが本当の理由だけどな。
さがなくなってきたな。カッパがいるかもしれねえな。カッパより天狗の方がいいよ。なんだお前、天狗派か。派っていうほどでもないけどね。足元に気をつけろよ。油断すると転ぶぞ。注意しろ。あいつから生々しい力を感じる。うまいぞ。